在宅歯科カレッジ90回目口腔機能向上加算について。口腔機能向上加算という点数があります。介護で算定できる単位数のことです。この単位数は歯科医院で算定することができません。ではなぜ説明するのかというと、介護事業所から口腔機能向上加算を算定していいのか歯科医院に問い合わせが来ることがあるためです。つい最近うちの医院も同じ日に立て続けに2件のデイサービスさんから連絡がありました。はい、お伝えした通りデイサービスで算定することが多いです。先方の聞かれ方としては、接触機能療法を算定していますか、もしくは機能訓練を行っていますかという質問が来ます。この連絡が来た場合は口腔機能向上加算を算定を検討している可能性があるというふうに思ってください。口腔機能向上加算の算定可能な施設はこちらになります。通所介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、看護小規模多機能型居宅介護。簡単に言うとデイサービスが主です。はい。でなぜ歯科医院に連絡してくるかということですね。はい、歯科医院が接触機能療法を算定している場合は、介護サービス側が口腔機能向上加算を算定することができません。でもう一点あります。接触演技機能に関する訓練の指導もしくは実施をしていない。これ何かというと、接触機能療法を算定していなくても口腔機能訓練をしてない歯科医院に対しては介護サービス側が算定することができないということですね。簡単に言うと、訪問診療に行ってるんですけれども清掃しか行っていないというところになってきますでしょうか。はい、基本的に口腔ケアと言いますと、清掃プラス口腔機能訓練というものがセットになっておりますので、基本的には皆様が行っているものだと思っております。多職種連携が難しいと歯科医院から少なからず声が上がっていると思います。口腔機能向上加算は多職種と連携できる良いきっかけになると思います。介護サービスの中で、実際に算定できる施設の中で口腔機能向上加算を算定している割合は1割程度だそうです。残り9割はまだ算定していない状態と考えると、問い合わせが今後来る可能性があります。歯科医院に無理のない程度に連携すると良いと思います。ここまで聞いていただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、いいねお願いいたします。